いいじゃないですか、おめでたい。おめでとうございます。お、美味しそう。カプチーノとアップルクロワッサン。あちらがプラハ城です。素晴らしいクオリティでございます。素敵なことが多すぎて飽和してしまいそうです。おはようございます。無職旅です。2017年9月13日チェコプラハ旧市街でございます。宿を出てすぐこんな街並みで、左に曲がってちょっと行くと旧市街、いやその道をちょっと進むとすぐに旧市街の、中心部になります。素晴らしいロケーションです。明日の昼過ぎのフライトで帰国なので、今日が観光の実質的な最終日となります。かっこいい建物が見えていますが、ここがプラハ旧市街広場でございます。おー、朝っぱらからいいじゃないですか、おめでたい新郎新婦さん。そしてこの広場の雰囲気どうですか、皆さん素晴らしいでしょう。天文時計が工事中なのはちょっと残念なんですけど、それでもこのプラハ旧市街の素晴らしさは全然色褪せません。時刻は8時40分なんですけど、アコーディオン演奏の人もそろそろ営業開始な感じです。日本のテレビ局っぽい。まず最初に歓声なんですけど、プラハに来るのが遅すぎました。プラハの時間もっと多く取るべきでした。これでプラハに来るの4回目なので、だったら他の知らない町とか村にたくさん行った方がいいかなと思ってたんですけど、そういう問題じゃなかったですね。何回目だろうが、このプラハを1日半で堪能できるとはとても思えないです。街中から楽しいぞって感じが溢れ出てるような、そんな感じがしちゃいます。プラハいいなって散歩してたら、目当てのお店に到着です。このベイクショップ、人気のパン屋さんです。おはようございます。お、美味しそう。さてパンだけじゃなくてサラダコーナーもありました。迷うな。コーヒーとかカプチーノとかを入れてます。こんなお店、人気のパン屋さんでこれをいただきます。カプチーノとアップルクロワッサンです。美味しそう。ごちそうさまでした。カプチーノが60コルナだから300円ぐらいで、アップルクロワッサンが400円ぐらいですかね。なのでチェコの物価からすると結構高かったです。ビール1杯100円ちょっとですから。でも高いだけあってさすがの美味しさでした。カプチーノはふわっとしてて角砂糖が上に乗っかるぐらいでしたし、アップルクロワッサンも、サクサクっとしてて中にアッポーが入っててとても美味しかったです。言ってておかしくなっちゃったんですけど、我ながら語彙力少ないなというか、アップルクロワッサンが中にアッポー入ってるって当たり前じゃないですか。なんかね、他の褒め言葉なかったんかよって言った後気づきました。あれ知ってます？モンサンミッシェルにいるのと同じ人だと思います。ドラゴンの上で剣持ってる人、聖ミハエルだと思います。そんな感じで朝の食後の散歩を楽しんでおります。とりあえずお城が見える川沿いまで行って戻ってこようかなと思います。普通に歩いてたんですけど、明らかに水落ちてきてますよね。割と広範囲です。おお、ここまで来るじゃねえか。いや、あちらに見えるのがプラハ城でございます。本当はね、これが見える瞬間をちょっと演出しようと思って、こうポエティックなことを言いながら来ようと思ったんですけど、さっきの水のおかげでなんかいい感じに自然になりました。あちらがプラハ城です。できれば午後時間があれば見学行きたいのですが、頑張ります。で、こちらがブルタバ川で、あそこにかかってるのがカレル橋です。この川沿い散歩してあそこまで行ってみましょう。川沿いの公園を散歩中。あれは鳥よけのトゲトゲじゃないですよね。アート作品ですよね、きっと。ベンチが並んでるんですけど、一個だけ反対向いてます。これ暗号ですよね。何かプラハ城を見ながら川沿いの遊歩道を散歩中です。
この分岐はうっすら覚えてます。確か右は人ん家行っちゃうので左に行くのが正解だったと思います。正解、右から行くとここの柵で詰まりました。アンティーク屋さん、前にプラハ来た時にショーケースにパグがいて欲しいなと思ったらすげえ高かった記憶がまだあるかな。見当たらないですね。売れちゃったのかな。カレル橋のところに来ました。プラハって街中が博物館とかよく言われますけど、今更になってその通りだなって思ってきました。素晴らしいですね。まだ朝早いので人通りそんなに多くないですけど、これは日中になると演奏してる人とか絵描きさんとかが両脇に広がってもっと賑やかになります。とりあえず朝の散歩はここぐらいで引き返しておきましょう。今日宿が連泊できなかったんで別のところに移らないといけないですし、今日は午後雨が降るらしいんですけど、まあね、すぐに収まってくれたらいいなとか、まあそもそも降らなかったらいいなと思います。できれば虹が出てほしいです。カレル橋があってこの道路を渡ってこっち側に入ると、旧市街です。こっから旧市街、旅の初日にターボル行った時にこういうヨーロッパの旧市街を動画で撮影できるのすごい嬉しいなって言った記憶があります。今日はさらにもう一段進んだというか、改めて思ったというか、このプラハの旧市街を撮影できることがとっても嬉しいなって思います。自分でもうっすら気づいてるんですけど、プラハ来てからテンション高いですよね。いつも朝ってもっとおとなしくボソボソっと話してた気がするんですけど、朝からなんか張り切っちゃってます。割と実用的なプラハ旧市街街歩きガイドします。プラハは適当に歩いて良いです。というのはプラハ旧市街ってそんなに大きくはないんですよ。まあ、ちっちゃくもないですけど、だから少し道に迷ってもあんな風に塔が見えるのでそっちの方行けば、旧市街広場行けますし、何も見えなくても適当に歩いてりゃどっか出るんですよ、旧市街の外に。そうしたら大体現在地がわかるので、まあまあ適当でいいのかななんて思うんです。リラックスして綺麗な街並みを楽しめます。ちなみにベネチアは大きいんで、適当に歩いてると迷子になって同じとこぐるぐる回って抜け出せなかったりするので、要注意でございます。なんか道具屋さんみたいなお店です。展示からするとなんだろう、アンティークなのか博物館なのか、そういう要素もあるんでしょうか。違いますね、普通にガチな工具屋さんです。花が飾ってあって綺麗。これ当たってたら褒めてください。右行ったらちょっと広場があって屋外席のレストランがあって、であるでしょ。であそこね、左曲がると旧市街広場なんですよ。ですよく覚えてます。でね、そのレストランすごいいい場所にあるのに意外とお手頃価格で1000円から2000円の間でしっかりお食事できたはずです。こんないい場所なのに。ここを出て左曲がると、左手に時計台が見えて、奥に旧市街広場、ほーらーね、どうやって感じで話してます。昨日までと比べて多分早口になってますよね。僕おそらく話したいことがありすぎるんだと思います。そんな街なんです。ガイドブックにも載ってる人気のガラス屋さん、いいお値段ですけどさすがに素晴らしいクオリティでございます。これもいいですね。伝統的なガラス細工とこう現代のポップな感じがうまく融合しているように思います。素敵なことが多すぎて飽和してしまいそうです。こうエネルギー吸収しすぎて爆発しちゃう的な、セルとかね、あとなんだ、あと思いつかないけどいるじゃないですか、そういうの。そんな感じ。ここの商店街もぼちぼち店を開き始めてます。こんな風にお土産物屋さんとか花屋さんとかいろいろ長く並んでます。朝からはしゃぎすぎちゃってもエネルギー切れを起こすので一旦宿に帰って休もうと思います。そこの建物の3階が宿でございます。
一泊千何百円の安宿なのにこんな中にレセプションがあるってちょっと驚きですよね。そんな感じのプラハ朝の散歩でした。ちょっと雨が降ってきたんですけど止んでくれるといいな。時刻は10時50分、宿をチェックアウトして別の宿に移ります。連泊したかったんですけど残念ながら満室でした。朝の散歩から1時間ぐらいしか経ってないんですけど随分賑やかになりましたね。人が増えました。パフォーマーも頑張ってます。